W12 ナルドコンセプトは、2001年に開催された第35回東京モーターショーで姿を現したフォルクスワーゲンのコンセプトモデルである。この W12 ナルドコンセプト最大のトピックは、そのシート背後に搭載されたダブル型12気筒エンジン。このエンジンは当時フォルクスワーゲンの拡大成長路線の象徴ともいえる超高級車 D1 が搭載するエンジンとして話題を振りまいた。その D1 がフェートンという名前で現実にデビューしたことはすでにご存知の通りである。レーシングカー前としたエクステリアのスタイリングは巨匠ジウジアーロの手によるもの。ドアは前方に跳ね上がるガルーウィングである。 W12 エンジンはこのボディのシート後方へ縦置きにミッドシップレイアウトされる。そのエンジンのスペックは6リットルの排気量から600馬力の最高出力と 63.3キロ という最大トルクを発生。その最高時速は350キロに達するという。ちなみにこの350キロという最高時速は計算値ではない。 W12 ナルドコンセプトは東京モーターショーでの公開に先駆けてイタリアのナルドというテストコースで高速耐久テストを実施。実際にそこでこの数値を記録してみせたのである。この時 W12 ナルドコンセプトは24時間の平均時速 322.89キロ という記録を打ち立てたほか、6つの世界新記録と12ものクラス新記録を樹立したという。そのスタイリングやパフォーマンスを考えると市販化を期待せずにはいられない。フォルクスワーゲンも当時、近い将来の量産を視野に入れたモデルとコメントしていたが、未だ沈黙が続いたままである。